はい、タイガーです。というわけで、本日ね、こんな補正になってまして、こちら使っていきます。ウィブ10ということで、はい。潔よいちさんと、バチラめぐるさんのね、はい、キャラを当てたということで、はい、こちらね、使っていきたいと思います。ということで、させていただきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目来ました。神殴りということで、うん、引きがめちゃくちゃ強い。引きがめちゃくちゃ強いです。これ出して、ウィブサニア出して、で、まあ、こいつ、今回はね、アンチヒール出す意味ないんで、普通に4戦で殴りますか。うん。普通に4戦で殴るだけでも強いんですよね。それがえぐい。うん。何がえぐいってね、どっちも強いんだよな。お、一人引いた。一人だったっけ？久しぶりすぎて、このキャラ。一人ね。はいはいはい。んで、どうしようかな。どっちか出すべきなんだろう、これ。本能的に。今度強い方を後から出したいよね。うん。まあ、潔陽一出すか。2、4、6枚。6、7、7、12。もう4000出る。強いね。強いね、これ。いいよ。やっぱこうやって雑に4000出せる駒、俺のえぐいな。ウィブ10に今までなかったからな、そういう駒が。まあ、トールとかね、昔入ってたと思うんですけど、この時点だったら2000しか出ないですし。さすがですね、これは。で、これ2、4、6枚なんで、もうデムジいきますね。はい。これでもう4400ぐらい出るんじゃないかな。ふふふ。しっしっしっし。相当相手殺したいっていう気持ちが伝わってくるな。殺したいとまではいかんでも倒したいっていうのは伝わってくるわ。で、もうこれ殴っちゃっていいよね。殴ります、殴ります。よいしょよいしょ。で、くさみが6本あって、ルームジャー絶対発動する。で、こっちも発動する。アラジンも一応発動させたい。これさ、アラジンで飛ばせんかな。あわよくは飛ばしたいんですけど。アラジンで1000でしょ。で、4200出せるから5200でしょ。4200だから4800デムジは出ないから、まあ、一旦シールド置きながらデムジとコンボしよう。デムジ何も出る？この状況何も出せる、お前。3000。できたらこっちの方が強かったね。なるほどね。6ターンの先行で3000ぐらいのポテンシャルってことですね、あと。はいはいはい。ただ、これはもうアラジンで終わりですね。さあ、もう一発ドゥムジ行きましょう。よし、これで。おれ !OK! ということで、1試合目勝ちました。対戦。あざしゃ。さあ、続いてメルペです。召喚対召喚ですね。引きは、まあ、ぼちぼちだな。まあ、やっぱね、あの、ウィブ10のいいところは、あの、もうね、今となってはね、あの、周年倍数がウィブ10ぐらいじゃないと使えねえんだよな、マジで。本当に。もう、雑魚すぎて、申し訳ないけど。使いづらすぎる倍数。1500なんか出せんもん、こいつ。毎回初手来るし。でも、ウィブ10だったらね、初手来ても使いやすい部類なのね。いいんですよ。さあ、何引く？勇気。まあ、勇気出してもいいんですけど、一旦ね、召喚入れること大事なんで、はい、鎖生成しておきます。うん、これ大事なんでね。で、こっからですよ。だから、うわ、しんどいしんどいしんどい。なぜ、トーヤがいる？しんどいね、それ。まあ、バイス打つんですけど。打つしかないんですけど。よいしょ。で、ライダーのコンボ。紙ゴマ1枚につきか。なるほどね。あ、てか、ライダー紙ゴマ1枚につきだから、そんな強くないんだ。コンボとか含め。なるほどね。
あ、でも次別に3枚あったら3×12だったら2000出るんだ。なるほどね。楽しませてくれるかい。あ、ドゥムジだ。ドゥムジ出して。このタイミングドゥムジめっちゃ出してるんですけど、まあいっか。ペタコいきます。痛い。トーヤが仕事をしすぎております。休めお前、一回休め。働きすぎじゃ。で、これでもうドゥムジいきます。ドゥムジいきます。ドゥムジいって、おれや、これちょっと負けたっぽいな。もうしんどいもんね。おりゃ、いや9000か。9000は厳しいって。いや、マジ危機感持った方がいい。これもう負ける。だってドゥムジの戦略、ドゥムジじゃないや。うわ、ハデスまで来た。これもう負けだ。無理、こんなん無理。行こう、バチラ。オッケー。いや引いたけど、もう無理。殴るしかない、こんなん。いや、これは厳しかったな、マジで。おりゃ。あ、でも意外と惜しい。あと600か。どっかこうしとったら勝っとったみたいなのあったかな。いや、でも出せるだけの火力は出したよね、今回。うん、そう思う。いや、惜しかったな。うん、でも出せるだけの火力は出せたと思うんで。悔いはないですね。いや、でもまあこっからでも600、相手の HP 600まで持っていけるんだ。でもそのハルマルマはもうダメすぎるわ。対戦あざした。さあ続いてヤンツィールでございます。うん、引きいいね。引きいいです。はい、まあウェブさんにやっていきますか。まあ、ただ C っていうのは、でもまあ、正面、ドゥムジ次マックス出るんだよな、もう。マジでエグいよね。さあ、次の引きは、ペトラ。ペトラコンボ強いから、残すのも全然ありやな。まあじゃあ先ドゥムジで殴っとくか。ここマックスだから、マジで。いや、それでやっていいのか、マジで。低レベルの火力出してますね。あるよね。うん、NEC6 枚あるから、カリス出せる。あ、バイス引くならバイスですね、やっぱ。よいしょ。これめちゃくちゃいい立ち回りですね。さあ。で、次ペトラを置いて今回作ってって感じでいいんじゃないですか。まあ、角から来てくれるとありがたいっすね。そうなんですよ。そのバイスめちゃくちゃ良いんだよ。もうビューティーしかもはや使えないから今じゃ。よし、ペトラ行きまーす。こんなもんペトラ一択だろ。よし。バチコリ。オッケー。さあ、これもあったね。ペトラのコンボ強いから、マジ最大5500でしょ。バートル、それは取らないと負けちゃうよ俺。13% でしょ。3900でしょ。3900食らったとして、HP 4900。 いや、まあ取っとくか。ギリ飛ばせんけど、よいしょ。で、これで回復入れられて、一応カリスが3035だから3750ぐらい出す。まだまだ危ねえ。相手バイス持っとった。どっちか行ってよかった。よし、これカリスで飛びますね。さあ、行きましょう。メティスでも飛ぶんですけど、まあ、せっかくなんでね、せっかくライディクルって使ってるんで、こっちで行きましょう。よいしょ。
オーケーということで対戦アザシャ。さあラストやっていきましょう。呪い移しということでちょっと厳しいかな。これはねちょっと辛いわ。うん、普通に辛い。でもまあオーラデッキじゃないんで、こっちはウィブをね持つデッキじゃないんで、ならマシかな。そういう意味でやっぱね、オーラデッキで呪い移しとかがあった時にオーラ呪われた時の判断が難しいんですよ。よしで次ライラ打っていいよね。あで相手いいね、クラナがたくさん呪われてる。備えあればってね。とおっと2つ呪われる。カリスやめて。待ってよ。アラジン呪うのはやばいって。なんでね、そう召喚のこのウィブっていうね、この砂時計を増やすっていう感じなんですけど、これがね呪いに弱くて、なんでかっていうとスキル発動してないと打てないじゃないですか。こんなの召喚を増やさないといけないから。そうなんだ。疲れてます。そう召喚増やさないといけないんで、コンビあスキル使えないコンは打てないんですよね。だからアラジンもね打てないのよ。うん、一回ねコンボスキル発動させなかったら召喚減ってしんどいことになっちゃうんで。これカリスから行きたいけど、これカリスからめっちゃ行きたいな。じゃあ行くかカリスから。おだ草の生成が間に合ってないんで、カリスから行きたい。これも殴ってしまえばどうにかなりそうなんで、でカリスが4本生成ね。で、インリオが3本あるときか。うわ、ちょっと待って、まずいって、まずいって、それ厳しいって。厳しいって、それ。2000は厳しいって。痛い、もう殴る。もう知らない。殴っていい。殴っちゃっていい。おりゃ。いや、厳しいって。2、4、5。2000も食らっとるって。エルマラジン使える次、勝ったか。ちょっと待って、なんかバスバリア来たんですけど。これ飛ばせんもしかして。アペロヒだ。まあ行くしかないか、どっちにしろ。一番出るのはここら辺か。あ、これくさび2本入るの勝ちっすね。全然勝ちっすね。よっしゃということで対戦アザシャ。